クール部代表の水野です。今回テーマはこちらです。ママさん向けの入園式入学式にぴったりなハーフアップ3つをご紹介します。入園式や入学式はシンプルなコーディネートになりますので、髪型は少し華やかにしたいですよね。しかし結婚式ではないのでやりすぎヘアは NG です。今回は品がありながら華やかになるハーフアップ3つをご紹介します。まずは1つ目のハーフアップを作っていきます。このように表面の紙を取りまして、角度は下げてゴム止めします。ここはクルリンパじゃなくて大丈夫です。クルリンパを多く使うとどうしても可愛いとかそういったイメージになりますので、ここではゴム止めだけです。こんな感じですね。でこれをラフにほぐしていきます。今回3つご紹介しますので、1つ目以外はこのほぐしは割愛します。ほぐしはいつも通りほぐすところとほぐさないところをつけてほぐすと立体的になります。そして後頭部は一番高くほぐします。次にこの耳から前の髪ですね、これをだいたいざっくり半分ぐらいでいいので分けまして、でこれを軽くねじります。ねじるとこの最初の表面の髪になじみます。なじましてからここですね、真ん中より少し左寄りで、ここでクルリンパじゃなくて普通にゴム止めします。ここでゴム止めします。これでこうですね、こういった感じです。この表面の最初の止めた髪となじむように止めるのがポイントです。でこれをルーズにほぐします。ここのポイントも一緒ですね、ほぐすところとほぐさないところをつけます。次に耳から前の髪の下のところですね、この部分を取りまして、今回も軽くねじりながら、次は先ほど左寄りだったので今回は右寄りですね。ここでクルリンパします。ここクルリンパすることでこの中間のところですね、ちょうど頭の中間のところにくびれがキュッとできます。ここもルーズにほぐします。ところどころほぐすところとほぐさないところを作るのと、この隙間ですね、上のゴム止めの隙間を少し隠すようなイメージでほぐすとうまくいきます。こうやって少し遅れると毛先を巻きます。可愛く巻くポイントなんですけど、まず毛先はもうざっくりでいいのでこんな感じでカールをつけます。すべて強く巻くと上のラフ感となじまずに、どうしてもこうフォーマル感が強くなってしまいますので、これぐらい毛先はざっくり巻いて、表面の髪をところどころ強く巻く、そしてすぐほぐすっていうポイントですね。巻きすぎないように意識しながらラフ感を少しだけ出すっていう感じですね。そうすることで普段から使えるラフ感のあるハーフアップになります。横から見るとこのようなイメージですね。で次に遅れ毛です。遅れ毛も一緒ですね、何箇所かに巻けて巻く、そしてすぐほぐすっていう風にすると全体と馴染みが良くなります。こんな感じですね。で巻きも2つ目のハーフアップからは割愛させていただきます。完成しました。で最初にお伝えしたんですけど、まあ大人っぽいとかラフ感のあるヘアアレンジですので、ヘアアクセもアシメトリーな位置ですね、真ん中よりかはこっちの位置がおすすめです。まあ、このように編み込んでないんですけど、左右にクルリンパとかゴム止めをすることで編み込んだ雰囲気のおしゃれな雰囲気になりますので、ぜひ試してみてください。では2つ目のハーフアップいきます。ラフ感の中に少し可愛さのあるハーフアップです。まず耳から前の髪を取りまして、2つに分けます。そして交差させます。ロープ編みですね、こんな感じです。これでこのロープ編みをざっくり全部ほぐしまして、でクリップで留めて、逆側も同じことをします。でクリップ、このようなクリップで留めるときにロープ編みは緩みやすいので、このまま留めるとロープ編みがほどけてしまいますので、必ず後ろの髪と一緒にこのような感じで留めてから逆側に進んでください。
こういう感じですね。で、ゴム止めします。この時に角度が上がるとバランスが悪くなりますので、角度をこれぐらい下げてしてください。で、ロープ編みは、先ほどお伝えしたように緩みやすいので、極力緩まないようにしてください。どうしてもセルフでしてしまって緩んでしまった場合は、これをクロリンパしても大丈夫です。こういう感じですね。で、まあ、この時、毛先また巻くんですけど、表面とかも少し巻いた後ほぐしても後頭部のシルエットが綺麗になって可愛くなります。完成しました。このアレンジはゴムが隠れにくいので、ヘアアクセはセンター真ん中につけるのがおすすめです。ゴム隠しになります。あとはこのくびれですね。ロープ編みでくびれを作って少しエアリーに巻くと、このアレンジの可愛さが引き立ちますので、参考にしてください。で、三つ目のハーフアップします。三つ目はクロリンパと三つ編みを使って、三つ編みでは一番甘め、可愛いヘアアレンジを作ります。まず、表面の髪をゴム止めしてクロリンパします。で、このクロリンパの時に、少したるみを持たして、真ん中から通すと真ん中割れしやすいので、少し斜めから通します。斜めから通して、穴は広げすぎないようにしてクロリンパします。あれですね。こうすると、真ん中では極力防げます。で、角度は下げたまま毛束を引き上げます。ルーズにほぐしましたら、次は、ね、遅れ毛を取りまして、この耳から前の髪ですね、これを角度は斜め後ろに下げたまま三つ編みします。とかですね。で、この三つ編みなんですけど、結構根元から編んでしまうとこう膨らんでしまいますので、鏡で確認して、タイトになったのを確認してから、後ろの位置から三つ編みを始めてください。この三つ編みを少しルーズにほぐしまして、これも後ろの髪と一緒にクリップで留めておきます。で、逆側もしまして、後ろでこの位置でゴム止めします。両方できましたら、この位置でゴム止めします。この時も角度が上がって、三つ編みがこのような感じで上に上がらないように注意してください。ある程度きつめにゴム止めしましたら、少し毛束を引き上げます。完成しました。毛先も少し強めにふわふわに巻いても、このアレンジは可愛いです。で、三つ編みを使って少し甘めのヘアアレンジですので、ヘアアクセは真ん中にリボン系がおすすめです。今回以上になります。入園式や入学式は大切なイベントだと思いますので、本番までに一度練習してから臨んでください。今回もありがとうございました。